月岡義都新型三十六回戦より、地獄太夫五道の図、川辺教祭、縁間と地獄太夫図、プライスコレクション地獄太夫は、室町時代の遊女。梅塚門影春の娘で幼名を、おつせいという、女ょ山中で俗に囚われたが、あまりの美貌のため遊女に売られ、先週堺高須町玉な長者に抱えられた。現世の不幸は、 前世の戒業がつたないゆえであるとして、自ら地獄と名乗り、衣服には地獄変装の図を縫い、心には仏妙を唱えつつ、口には風流の歌を歌ったという。一級宗淳が堺に赴いたとき、この遊女が一級を目に留め、三居せば、三山の奥に住めよかしここは、浮世の堺近きにと歌を送る。単に訳せば、三居しているなら、山の奥にこもっているべきでしょう。 ここは、浮世の境に近いところですよという程度だが、この場合、境を、境とかけており、また、浮世の境近く全体では、あの世とこの世の境界付近、つまり、地獄の周辺とかけている。従って、出家して、俗世と無縁のはずのお坊さんが、山の寺におらずこんな俗世の中の俗世極まる場所で、何をしているのかもっと言えば、山猿坊主は山に引っ込んでればいい。 ここは、都会の誘閣、自分の領域という暴言とも取れる歌を詠んだのである。これに対して一級は、一級が見ば見ほどに思わねば、死も参加も同じ住み会をと返す。意味としては、自分はこの身を何とも思わないので、どこにいても同じことだということになるが、地獄太陽への変化と考えれば、どこにいようと、俺の勝手くらいの意味であるとも取れる。その上で、 この遊女こそかのな高き地獄太夫であると知ったことから、聞きしより見て、恐ろしき地獄かなと単称するのである。これも単に訳せば、地獄というのは、実際に見てみると聞いていたより、はるかに恐ろしいなというだけであるが、ここでの、地獄は当然地獄だゆう本人を暗誘する。恐ろしいは、人々から聞いた、地獄の評価を意味するわけであるから、地獄太夫が大変に美しい。 そして結出した遊女であるという全評判のことを暗誘する。つまり、実際に見ると、聞いていたより、はるかに美しいし、大した女だという褒め言葉でありつつ、しかし自分を目に留めて、いきなり暴言を歌に読む起点や弾力に対して、恐ろしいという意味をも込めているわけである。これを受けた太夫は、さらに、死に来る人の落ちざる。ただ、これらの句については一級、 聞きしより見て、美しき地獄かなたゆう、生き来る人の落ち、ざらめやわとする説が根強い。江戸後期に活躍した浮世絵師、山、東京殿が観光した本庁、宵母大前伝の中で描かれるやりとりが、そうなっているためと思われるが、まず第一に、当時の一般的理解として、地獄が美しいところということはありえない。また、これらのやりとりについて、最初の記述がある。 一級間唐突は、本庁、酔い母大前でにより百年以上前に編纂された、ものである。したがって、当初の表現が何らかの原因で変化して伝わったと、考えるのが妥当であるが、一級禅人の生き様を考えれば、あえて、美しいと、一般的な理解の逆をそのまま神の句に据え、それを受けた太夫が同様に一般的な理解の、逆として、生き来る人が落ちると返した。 ということもあり得たかもしれない。ただ、この場合は、それぞれの歌に込められる暗湯が現じてしまう。いずれにせよ、この出来事を機に二人は、指定関係を結んだと言われ、有名な教科、角松は、メイドの旅の一里塚目でたくもありめでたくもなしは、一休が太夫に送ったものとする説もある。地獄太夫は、我しなば役名前無胸屋に捨てて植えたる犬の腹を、 小痩せよという自生の句を残して若くして亡くなったが、最後を見取った一級は、泉州やギザとの組めた字に使を立てて供養したと言われる。ただしこれも山、東京殿の創作であるとされる。山、東京殿の本庁よい膨大に描かれており、江戸時代から明治時代にかけては数々の絵師により、絵画の題材にもなっている。特に川鍋京西は版画、 肉質問わずしばしば地獄太夫を描いている。ありがとうございます。